ろしくお願いします。あと高知だったらコナッツとかパイナップルとか一回どっか行かしといて。そうめんはいいな。こちらにあります、ノーマルビーフのパインサワーテイストということで決定いたしましたので、まあパインは涼子がいいと言ってたもんな。はい、うん、大好きです。それぞれ味が別なんだ。うん、相当鼻にこれはいいね。そこから涼子に任せます。私すっきりしてるの好きだからってお酒感がある。お、それはまあお酒感は欲しいよな。うん、いわゆるこれでいくってことですか。そうですね、パッケージ的にはもうこれで決定でいくいただいて、ねうん、ちょっとこのパッケージというかこのこれが私はちょっとうんどうかなとは俺は思うんだけど。パッケージ、うん、このノンアル気分というのがなんだかこう普通すぎると、名前をもうちょっと根こそぎ変えないと気分なんて変わってませんけどね。名前を変える、うん、もう広末気分とかバッと気分を変える意味でいいかなと思いますけど、限定なんだし。商品名、じゃ商品名だけどもノンアル気分、広瀬気分、二重になるようなことはもうノンアル気分いらないよ。りょうかほらボーダー着てたもんな、10代ここボーダーにしたりとかさ、広瀬気分という風な話にちょっと一旦まとめませんか。一度持ち帰って検討するというノンアルっていうのは4文字あるんだから、じゃあ取り合おう。はい、じゃんけんだ。いや、はい、いや、はい、はい、最初逃げたら終わりだよ。逃げたら最初はグー、はい、じゃんけんポン。はい、じゃあ火いただきます。火、もう火はいただいてる。じゃんけんポン、あいこでしょ。はい、ロ、ロクへ。じゃんけんポン、あいこでしょ。ルで、じゃあ最後両方行こう。はい、最初はグー、はい、じゃんけんポン。じゃあこれいりません、私まだ諦めませんから。両方、これはもう俺はもう決めたことなんだよ。一つ決めたらやるから、昔から言ってるように。いいか、ノンアルカルトだ。よし両方行け。こんなもん負け取らない。爽やかな気分になれる。はい、はい、はい、正解。すごくフルーティーな、はい、はい、これでございます。はい、女子が好む。はい、これでございます。大丈夫かな、もう3本いってるよ。はい、白い、はい、お手つきです。犬の横にあるライムって、はい、これはあなたの乾杯でございます。俺はもう圧勝だ。じゃあこの夏季限定は広末気分ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、